さあ、一皿差がついてしまった。まあ、前回はあの動画見てもらうと分かる通りというか、もう散々な結果を僕個人では叩き出してしまいまして、一応それに向けて今大会はちょっと準備は自分なりにはしてきたつもりです。はい、チームワーク思ってた以上に良くて、なんか本当に負ける気がなかったんで、自分たち西っていうのは。そうですね、なんで今回も同様負ける気はしてないですね。もう完全にまあリベンジマッチができるということで、まあ、個人的にはもう本当に嬉しい対戦カードかなっていうところですね。いやー、やっぱりラスカルさん、いやもちろん早食い来ると思ってました。予想はしてて、やっぱり予想通りの結果で、自分のチームの中でもちょっと早食い得意なんで、早食い代表として前回同様勝って終わりたいなと思います。僕は内臓が伸びるのが遅い選手なんですよね。で、まあ、長時間あれば限界まで食べるってことはできて、それなりの成績を残してたんですけど、1段階目詰まる前に頑張ってギリギリまで詰め込めるっていうのは、10分は結構自分の中では限界の尺だったりはするんですよ。どれだけ化け物みたいな速さを持つラスカルさんに食いついていくか、餃子なんでどういうペースで食べるか、その10分の間で考えて行動してちょっと食べていきたいなと思います。追われる側から追う立場になったなっていう感覚ですかね。もう素直にそう思ってます。前回は唐揚げカレー対決ということで西チームが勝利したわけなんですが、今回の東戦でも西チームが絶対に勝てるように頑張りたいと思います。今度追う側になったんでカレーを越せるように頑張ろうって思うんですけど、まあそれ以前に僕はチーム戦なんで、チームに迷惑かけないというのが大前提でありながらも、可能であれば母ちゃんもしなんか覚えたいなっていうのが正直言ってますね。前回唐揚げカレー戦では 10g っていう差で僕が勝利した形に終わりましたが、実際のこの心境ではやはり勝利したっていう、まあ、実感がなくて、今回は形のある差でマックスさんに勝ちたいと思います。まあ一番きついじゃないですか、対戦食材の中で時間も込みで一番きついのやりたかった。本当にそれ以外全く理由はないです。詰まりやすい食材ではあるので、いかに詰まらせずにいくかっていうのと、まあ、20分っていう時間が、まあ、ちょっとやってみてなんですけど、前回ちょっとねスロースタートで始めたんで、今回ちょっと初っ端から飛ばし気味でいこうかなって。ただ詰まる詰まらないギリギリのラインを保ちながらもうスタートから飛ばしていこうかなと思います。勝負系とかチャレンジ系になるとあんまりその戦略とか立てないで、いつも挑んでるので、まあ考えるならば、まあいつも通りそのチャーをまあほぐしながら一気にかっこんでいくスタイルでやっていこうかなと思っております。制限時間いっぱいいっぱい走り切るっていう感覚っていうのを前回より分かってきてるっていう自覚があるので、ちょっと戦い方っていうのは変わるんじゃないかなって思ってます。前回はエビマヤさんとの対決だったと思うんですけど、まあ、純粋にその自力の差でやられたっていう感じでした。もうやるしかないっていう感じですね。今回麺類ってなった時に前回と同じ結果が出るかどうかっていうのは本当にわからないです。食べ方がもう前回に来てすでにかなりうまかった、他の動画でもかなりうまくて経験値がかなり高い印象があるんですよ。プラスこの中で結構レギュレーションとか変わったり、食材もいろんなのが出てくる中で、多分パフォーマンス的にはすごい高い状態でやってくるなっていう印象があります。違う攻略をするっていうのが今回大事だし、そこは意識しようと思ってます。今いろいろ頭の中で食べ方シミュレーションしてるんですけど、つけるっていうことは頭にないです。で、漬け汁を使わなければ使わなければいいっていうわけではなくて、使わないと飲み込みにくくなるので、まあ、ある程度そのスピードが出る必要最低限の漬け汁を使うのが一番理想的なんです。
まあ、それをちょっと最初の数分で見極めて、まあ、あと制限時間15分あると思うんですけど、それを保ちつつ、まあ、自分の持っているパフォーマンス最大出せるようにしていきたいなと。